どうも、石川です。はい、これを登録販売した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問31から問40までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用ください。はい、それでは引き続き第2章の内容となりますので、見ていきましょう。問31番です。脳及び神経系に関する記述のうち、誤っているものはどれかということで、誤っているものを選んでいきましょう。はい、答えは1番が誤っております。末梢神経系の一つである体性神経系は、呼吸や、血液の循環などのように、生命や身体機能の維持のための機能を担いますよということで、こちら1番誤りの内容なんですけど、まず神経についてもう一度復習していきましょう。神経なんですけど、まず大きく中枢神経系、末梢神経系、丸心とちょっとごめんなさいね、させていただきます。で、そんな中枢神経系、末梢神経系なんですけど、中枢神経系というのは脳や脊髄に分かれておりましたよね。はい、そして末梢神経系というのは自律神経系と体性神経系に分かれておりました。はい、で、今回ここの、この体性神経系なんですけど、体性神経系というのは自覚神経系とか運動神経系に大きく分かれておりまして、なので知覚神経系なので、こう、聞いたりとか、そういうもの、あとは運動なので、体を動かしたりするのに大きく関係してるんですけど、でも今回ここの呼吸とか血液の循環などのようにということで、呼吸だったり、あと血液、例えば血液だと、血管収縮とか血管拡張だったりとか、そういった、ところで、生命や、身体機能の維持を、使っているのは、こちら、交感神経系、副交感神経系の自律神経系の方に該当しちゃいますので、なので、ここ、体性神経系ではなく、自律神経系になりますので、1番が誤りとなります。はい、なので、2番、3番、4番は正解なので、誤っているのは1番となりました。はい、では次行きましょう。問32番です。交感神経、および副交感神経に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A なんですけど、交感神経の、接合繊維の末端から放出される神経伝達物質はアセチルコリンであり、そして副交感神経の、接合繊維の末端から放出される神経伝達物質はノルアドレナリンですよと言っております。はい、これ逆ですよね。交感神経の神経終末から出てくるのは、これはノルアドレナリン。そして、副交感神経の神経終末から、分泌されるのは、これはアセチルコリン。となりますので、ここ、逆になりますから、ここよく出てきますので、必ず間違えないようにしておいてください。はい、なので A は誤りです。そして B、交感神経系と副交感神経系は互いに拮抗して働き、一方が活発になっているときには、他方は、活動を抑制してとかっていう、これは B 正解ですよね。そして C、交感神経系は概ね、体が、食事とか、休息とか安息状態の時となるように働きますよとはあるんですけど、これ要はリラックスしている時に働いているのは、交感神経じゃなくて副交感神経系のお話になりますから、 C 交感神経系じゃなくて副交感神経系であれば正解になります。なので C 誤りですね。はい、それから D、気管および、気管支は交感神経系が活発になると収縮し、副交感神経系が活発になると拡張しますよということで、これ逆です。何かというと、交感神経系が活発になると、身体活動をこういっぱい行っていきますよね。なので、体の酸素の消費が激しくなってきます。じゃあ、酸素の消費が激しいからもっと酸素入れたいというところで、体の中に酸素を取り込もうよとするときに、この、気管支が収縮してたら細くなっちゃいますね。細くなってたら空気あんま入んないじゃないですか。だから、空気の通り道を広げてあげる、気管支を拡張してあげれば、これ空気たくさん入ってきますので、ここ交感神経系が活発になると拡張し、副交感神経系が活発になると収縮しますので、収縮しか、拡張が逆になります。はい、ということで D は誤り。なので、答えは5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い、3
33番です。はい、医薬品の収縮に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、B、C 正解ですね。それから D、皮膚の収縮、皮膚収縮された有効成分は、最初に、収縮じゃない、ごめんなさいね、吸収ですね。ごめんなさいね。皮膚から吸収された有効成分は、最初に肝臓で代謝を受けた後に、血流に乗って全身に分布しますよとあるんですけど、最初に肝臓で代謝を受けません。これ何かというと、初回通過効果の話あったじゃないですか。そうなんですよ。要は消化管から吸収されたようなものに関しては、これ、はじめに、肝臓を経ていきますので、肝臓で代謝されていく。そして、代謝を免れたものだけが循環血液中の方に入っていきますので、そういった、はじめに代謝されてしまうようなところを初回通過効果とも呼んでおりましたよね。で、今回この皮膚から吸収されたものは、そのまま、吸収されたものが、血管の方に入っていきますから、なので、最初に、肝臓で代謝を受けていきませんので、D は誤り。なので、答えは3番が正解でした。はい。では次、問い34番です。医薬品の代謝及び排泄に関する記述のうち、誤っているものはどれかということで、はい、誤っているのは、こちらも3番が誤っている内容となりました。はい、ということで、3番、医薬品の有効成分が代謝を受けると、作用を失ったり、作用が現れたり、あるいは体外へ排泄されやすい使用性の物質に変化していきますよとあるんですけど、体外に排泄されやすくするためには、水溶性でなければなりません。なぜかというと、排泄経路というのは、例えば主に尿とかだったりしますよね。おしっこっていうのは水分から出ていますから、できてますから。なので、尿に溶けやすくするために、脂溶性だったものが水溶性に変わって水に溶けやすくする。要は尿に溶けやすくするために水溶性に変えていくんだなっていうところでイメージしておいてください。はい。なので、脂溶性じゃなくて水溶性であれば正解なので、3番が誤りとなります。はい。ということで、次に行きましょう。問い35番です。以下の記述に当てはまる医薬品の材形として最も適するものはどれでしょうかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。口腔内崩壊錠なんですけど、文章読んでいきますと、この材形は口の中の唾液で速やかに溶ける工夫がなされています。速やかに溶ける工夫がされているのは口腔内崩壊錠になります。だから、今回、あとはトローチとかありますけど、トローチドロップに関しては、徐々に溶かすことが目的だったりしますし、あとは、チュアブル錠とかありますよね。あれは噛み砕いて用いたりしていきますから、そのあたりですね、特に、錠剤で口腔用に使っていく錠剤に関しては、特徴がありますので十分に気をつけておきましょう。はい、ということで問い35番は、答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い36番です。皮膚粘膜岩症候群に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。 A、B 正解、特に B なんですけど、いいでしょうか。使用開始後2週間以内に発症することが多いんだけど、1ヶ月以上経ってから起こることもありますよ。いつ起きるのか、このあたりもちゃんと確認しておいてくださいね。なので B は正解。そして C なんですけど、皮膚粘膜岩症候群の発症基準は、詳細はすでに解明されており、正確な発症の予測が可能である。いや、まだ解明されていません。なので、正確な予測がですね、まだ不可能なので、なので C は誤り。そして D、ライエル症候群とも呼びますよと言うんですけど、違います。スティーブンス・ジョンソン症候群というふうに言っていきます。またの名を SJS が皮膚粘膜岩症候群でしたね。はい、なので、ライエル症候群は、こちらですよね、TEN、ね、TEN とも言ったりしていきまして、なのでこのあたり中毒性表皮壊死誘拐症とも言っておりましたよね。はい、なのでそのあたりもう一度確認しておいてあげてください。はい、ということで、ここ、D は誤りなので1番が正解でした。次行きましょう。問い37番です。医薬品の副作用として生じる肝機能障害に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも1番が正解となります。 A は正解、B
なんですけど、黄疸とはヘモグロビンが胆汁中へ排出されず、血液中に、滞留することによって生じるとあるんですけど、こちらですね、ヘモグロビンじゃなくてビリルビンです。いいですか？ビリルビンです。ビリルビンですね。はい。ビリルビンというのは、あれですよね。赤血球が脾臓で破壊されて、そして肝臓に運ばれて、そして胆汁中から捨てられていくやつで、そして糞便の色の元になっていく、腸内細菌の働きによって糞便の色の元になっていくのが、このビリルビンでしたけど、そのビリルビンが排出されずに溜まってしまうと、体がこう、黄色く見えてくる黄疸ですね。とかも黄色く見えてきたりします。白目の部分が黄色くなったりしますから、なので、それがビリルビンが原因なんだなというところで D が誤りです。はい、ということで、ここもう一度ね、特に、C のところもですね、軽度の肝障害の場合は自覚症状がなくというところで、肝臓の機能障害はですね、自覚症状がないことがほど多かったりするので、なので、そういったところもですね、よく問われてきますから気をつけておきましょう。はい、ということで問い37は1番が正解でした。はい、では次問い381番です。呼吸器系に現れる医薬品の副作用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A なんですが、喘息は原因となる医薬品の使用を開始してから、一般的に 1,2 週間程度で起きることが多いですよとあるんですけど、これは誤りですね。1,2 週間じゃなくて短時間、1時間以内で起きることが多かったりしますから、なので A は、誤りとなります。はい、このあたりもいつ起きるのか重要なので、しっかりと確認しておきましょう。はい、そして B、 喘息は座薬や外用薬では誘発されることはないよ。そんなことありません。誘発されることもありますので B 誤りなので C と D が正解なので5番が正解となりました。では次行きましょう。問い39番です。消化器系に現れる医薬品の副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A、B、C 正解、D なんですが、イレウス様症状は小児や高齢者のほか普段から下痢傾向ではないです。便秘傾向ですね。便秘傾向というところをしっかりと確認しておきましょう。はい、なので、D は誤りとなりまして3番が正解でした。では次行きましょう。問い40番です。循環器系に現れる医薬品の副作用に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解です。全部正解ですね。なのでもう一度循環器系のところ、うっ血性、心不全ってどういうことなのかなとか、不整脈ってどういうとこなのかなということをですね、しっかりと確認しておいてください。はい、ということで、ここまで第2章どうでしょうか。特に医薬品を使ったことによる主な副作用、後半のところたくさん出てきますので、そのあたりですね、いつ起きるのか、あとはどんな症状が出るのか、大事なところなので、しっかりと確認しておいてあげてください。はい、ということで、ここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、LINE などに登録していただきますと、質問などをお受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいなと思います。ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。